昨日も楽しいお稽古でした。子どもたちの興味や好奇心を大切に、会話や持っている得意なことを引き出す、これはとても大切なことです。平音記号が難しい、臨時記号や下線の多い曲、転調を繰り返す曲、一度は誰もが陥るピアノを学ぶ上で